山口敏太郎のアトラスラジオ時間がやってまいりました。皆さん元気にしてますか？台風がかなりノーノーしたノロマな台風が、日本列島を蹂躙しておりますが、いかがでしょうか？まあこういう時は家にこもって怖い話を聞いているとかね、いうのが一番だと思いますけども、まあ今日はですね、またいつものゆりはなさんに電話がつながっております。ゆりはなさん。はい、山口先生。あ、こんばんは。こんにちは。あ、どうも。すいません、よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。あの、今度は9月の8日、9月8日日曜日、あの、はい、新宿でライブをやるじゃないですか。はい、お世話になります、うん、もう今からドキドキしております。あの、近道さんとお会いできますね、やっとね。そうですね、楽しみにしております、なんか私なんかでよろしいんでしょうか？いや、構わないですよ。申し訳ありません、なんかもう普通の人で、あの、何も分かんないでいるかもしれないので、先生助けてください。いやいやいや、あの、最近ね、はい、あの、うちの会社ちょっとなんかいろいろトラブルがあるんですよ。はい。何かというと、あの、まあ、あの、取引先のところが、あるトラブルを起こしてしまって、徳島ツアーがなくなってしまったという事件がこの前あったんですね。あれ、徳島ツアーが11月。そうなんですよ。でしたか？うん、それで手配と収穫をお願いしていた清月屋敷というところがあるんですけど、はい、そこの従業員の、あの、なんて言うんでしょうね、あの、まあ、某くんがですね、某旦那にくんがトラブルを起こしてしまったんですよ。はい。そのため巻き込まれてツアーができなくなってしまったと。それはなくなっちゃったっていうことですね。ああ、そうです、そうです。岩崎さんが言うにはね、はい、なんか誰かが呪いかけてんじゃないかっていうふうに岩崎さんが言ってるんですよ。まあ、そんな呪いとかなんか感じます？いや、今あの山口先生の話をお聞きしまして、はい、あの、特別それ感じないです。そうですか？はい。じゃあ結局呪いとか、そういうのは感じないです。あの、前は呪いかかってましたよね。あれですか、あの、山口先生の仕事を、あの、なんかこうで、なんて言ったらいいんでしょう、邪魔してるっていうか、なんか奪おうとしてるですか？最近仕事が入ってこないとか、そういった内容においての話でしたかね、前は。前はそうですよね。はい、はい。で、その後だいぶ回復したんですよ。はい。だから今回もまたなんか横島なことを測ってるやつが周りにいるのかなと思って。いつもお世話してくださってた方が辞めちゃったんですよね。まあそれ、あるトラブルを起こして。はい。そのトラブルと山口先生の、仕事の、関係において、この山口先生の仕事させないようにしてるかっていうのにおいてはつながらないです。
じゃあ、つながらないんですか？ただ単にその人個人の問題ですか？そうです。その人の、あの自分のなんか、押した、その、それのの、こう、なんていうんですか、それが山口先生のところにまで赴ってしまったっていう。はい。まあ、だからまあ、そのこと自体も含めて、なんか流れが悪くなってるんじゃないかなと思って、岩崎さんが相談した方がいいんじゃないかなっていうことを思ったんですよ。あ、そうだったんですね。いや、なんか、上がり下がりはもちろんあると思いますが、私、この間、結構大きなのも外させていただきましたし、なんか一番はですね、今感じたのは、あの山口先生に、なんて言ったらいいんだろう、山口先生がいっぱいいっぱいでですね、余裕がなく、心の余裕っていうか、こういろんなものの余裕がなくなって、その、なんか今突っ走ってるっていう、なんかそれをすごく感じます。ああ、それぐらいですか？はい、もう少し例えば、なんて言うんだろう、大きな邪魔は私ちょっと見えないです。あ、そうですか。はい、この前邪魔した人、名前出さないでくださいね。この前邪魔した、分かりました、出さないです、出さないです。この前それは分かっています。邪魔した人っていうのはまた何か悪いことしようとしてますか？肺に なってしまいました。はい、肺になっても普通に生きてることは生きてるんですけど。はい、はいっていうか、答えが肺になりました。あ、そうなんですか。やっぱり常に常に、その排除の処理をしても、その思いっていうのは、こうくるんですよね、どうしたって。だけど、前回よりは小さくなってます。小さくなってる。はい、小さくなってます。じゃあ、ね、妬み、そねみっていうのはだいぶちっちゃくなってて、影響はなくないってことですかね。はい、あの山口先生が、なんて言ったらいいんだろう、山口先生自体が身動きが取れないですか？身動き取れないことないですよ。身動き、なんかその忙しい流れに流れて、その忙しい流れに、流れて、余裕の身動きが取れない、なんて言ったらいいんでしょうか。余裕がないと、うまくちょっとお話できないですか。余裕がないってことですか、忙しくて。はい、なんて言ったらいいんだろう、これは山口先生に対して失礼な、言葉の言い方になってしまって、ああ、いえ、いいですよ。いると思いますが、相手の出方を見ながら、こう来るものを全部やりこなす、
のも大切ですが、相手の出方も見ながら、自分の、心がいっぱいいっぱいにならないで、少し、余裕を持って、一つ一つを見ていく。そこで、冷静な動きと、冷静な、そういうものが出てくれば、山口先生、いろんなものに、内容に対して動じなくなると思います。そこに、動じなくなれば、そこに邪魔は入らない。はい。なるほどね。で、例えば、今月の収入とか、例えばですね、とか、っていうのに対して、こう、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃ、自分の中で、これやりこさなきゃ、この仕事入ったらやりこなさなきゃ、っていう、それでバーってやって、山口先生の身動きが、取れなくなり、そこにちょっと、考える、なんて言ったらいいんだろう。心の余裕。なるほどね。それを、自分で、持てば、ことは、邪魔入ることなく、私は前に進めると思うんです。なるほどね。その、動じなくなるために邪魔が入らないように、どこかに隙間が、できるんですね。そうすると、その隙間に、マイナスエネルギー、気が邪魔をします。よく、うまくいってたのに、なんだこれ、みたいな。この、マイナスエネルギーが入らないように、この隙間をぴったりなくす。これがいいのかなって、ちょっと、思いました。山口先生、心がなんとなくブレてないですか？ブレてますかね、わかんないですね、自分では。そこに、余裕があれば、心に。自分の心、今、ちょっとブレてんじゃないかっていうのが、そこで見れるんですよ。わかるんですよ、自分で。それが、わからないから、その、ブレの状態に、で、隙間ができて、マイナスエネルギーの邪魔が入る。これは本当に、見えない針の穴、私たちに見えない、わかんない、穴でも、そのマイナスエネルギーは入ってきますからね、どんな穴でも。なるほどね。なので、なんとなくそんな感じしましたが、私、すごい失礼なこと言ってますよね。別に、それはいいですよ。なんとなく言わんとしてることはわかるような気がしますから。すみません。私、いえいえ。見て分かったことをそのまま正直に、話してるのみなので、じゃあ、感じていること。人間の運気っじてゃあ、のはそういうもんなんですか？そういうものだと思います、先生。自分の心にブレがなくて、心に余裕があれば、自分とおのずと自分の仕事が重なってくるけど、その心の余裕がなかったら、マイナスエネルギーに邪魔される。
マイナスエネルギーに邪魔されても、それを跳ね飛ばす人もいますからね。だからそれぞれなんですよ、人それぞれ。だけど、今自分に例えば体力がないとか体調が少し優れないとか、なんとかそういうのがこう関係もあると思いますね。弾き飛ばす、そういう力も欲しいですし、私なんかも疲れたってなると、弾き飛ばしたくても弾き飛ばせないっていうことは、たくさんありますので、健康状態、それも、とストレスもたくさん溜まってたりしても、体調も万全ではないと思いますし、なかなか私たちって、肉体を持ってる私たちって、やっぱりそういうことじゃないでしょうか。 100% の人はいないと思いますので。ゆりはんさんがそういう時にやってるなんか運気を上げてやる気を出させるノウハウってないんですか？私はやっぱり、自分で、瞑想、で常に、なんて言ったらいいんだろう、この、高次元からの、エネルギーを、もらう、高次元とつながる、そうするとなんか自分が落ち着くんですよね。そうするとまた自分の今までの考えとは違った考えがひらめいてきたり、全然わけもわかんない、あ、そうか、こういうことも考えられるよなとか、なんか高次元、いろんなひらめきも出てくるんですよ。高次元とつながるって言いますけど、高次元ってのはどういう存在なんですか？目に見えない、もちろん目に見えない存在ではありますが、私ずっと自分の頭からこう高次元につながりたいですってこう言うと、頭からこうピーンってこう糸みたいなのが出てくるんです。イメージでこう出てくるんですか？イメージで、そしてそれが高次元して、ご次元界とつながりたいですって言うとピタッてなるんです、で6次元界とつながりたいですってピタッてこうなっていくんです、それでなんかしっかりとした自分を取り戻してから、いろんな方の鑑定始まったりとか、いろいろ本来の自分、だからまず自分はいつもクリアになってないと冷静な自分になれないっていう、その基本。瞑想のやり方は何かコツがあるんですか？ただ黙って目を閉じるだけですか？やっぱり私そうですね、高次元のエネルギーとつながりたいですとか、ちゃんともちろん手を合わせたり、手を合わせる、あと、それはどこでもできるので、うちの中でもできますし、外でもできますし、手を合わせて高次元とつながりたいですって心の中で念じるだけでいいんですか？私の場合は、そして、そしてまずその前に自分をクリアにはします、なのって、山口先生、今ちょっと私見させていただいたんですが、すごい疲れて います。いや、もう8月はすごい忙しかったんですよ。ねえ、もう、本当に、なんか、すごい疲れて頑張ったって、これでもか、これでもかって、頑張って、
だと思います。うん、あの、本当にね、すごい忙しかったんですよ。はい。はい、これ、山口先生の、肉、ちょっといいですか、はい、言っても。はいはい、いいですよ。はい。先生の名前出してもいいですか？ああ、いいですよ。本名出してもいい。はい。はい。昭和41年7月20日生まれ、うん、58歳。はい。波佐間敏之様。はい。の、肉体、霊体、幽体、うん、アストラル体、魂。これ完全に全てつながりて、完全に一つとなります。うん、隙間なし、ピタッと重なった、うん、そして波佐間敏之様の肉体と魂、うん、完全にピタッと一つとなった、うん、隙間なし、うん、それどうなんですか。そして、はい、波佐間敏之様の周りのもやもやしているすべて丸ごと 100%、うん、抜き取り手外して 100% 排除とする、うん、全部外して 100% 一つにまとめた、うん、一つにまとめたすべて 100% 排除した、うんうん、あ、なんとなくすっきりしてきましたね。あ、そうですか。あ、全然わかんないですね。ちょっと爽やかな気分にはなってきましたけど。はい、なんとなくこう周りいろんな方の思い、うん、もうやっぱり仕事関係でたくさんいろんな方にお会いしてると思いますので、うん、お会いしますね、うん、はい、山口先生やっぱり時々クリアにするって、そして山口先生もとてもあの霊的な方だと思いますので。霊的な方ってどういうことですか。霊感が強い、霊感がある人ですか。はい、感じる、いろんなのが、うん、いっぱいついてても全然感じない人は感じないです。だけど、うん、山口先生は感じ取るので、うん、はい、だから体調が思わしくなくなったり、うん、はい、疲れが外したり疲れが、うん、起きたり、うん、そういうのが出てくるんだと思います。まあ、今回は忙しかったから、はい、あんまり事務所に行ってないんですよ。僕は事務所に行かないで直接、はい、できるだけ例えばラジオ収録だけだったら4本もあったんですね、はい、ラジオって FM 局のね、だから、はい、局に行くまで家で休んでるとか、で朝早いラジオの収録の時はホテルで休むとか、はい、そういうのをしてたんですよ、意図的に。はい、だからどうにか持ちましたけどね、今月はね。ああ、そうなんですね。うん、それでテレビの収録もありましたから、はい、うん、ちょっと忙しかったですね、うん、忙しかったですね、体すごい疲れて、うん、うん、はい、ちょっと、はい、そうですね、うん、うん、まあじゃあ時々瞑想するのはいいことなんですね。はい、自分をいつもこの自分を取り戻すっていうんですか、うん、はい、あとは何だろう、やっぱり暑いせいもあると思いますが、いろいろ睡眠不足も
ちょっと影響してるのかなっていう、ちょっとじゃないですね、影響は。そうですね、まあ睡眠不足はだいぶここしばらく2、3週間は回復してるんですけどね。ああ、そうですか。うん。もっと2週間ぐらい前が全然寝なかった時期がありましたんで。はい。私、山口先生とつながってる、その、やからの、塔の、セントパイプ機、知ってもいいですか？なんか、それが、やからがとつながってます？なんかそれ切った方がいいような気がします。それどんなやつですか？どんなやつがつながってるんですか？いや、前もねやったのとか、ちょっとわかんないですが、結局そういったつながっているパイプと、パイプと線がやっぱり見えるので。あ、もう切っちゃってくださいよ。はい、今切ります。昭和41年7月20日生まれ、狭間俊之様とつながっている、その輩からとつながっているパイプと線丸ごと、すべて切ります。